こんにちは。今回は山内圭介さんの20周年に寄せた思いや衣装や苦悩を払拭したきっかけなどまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。高校在学中の2001年4月に僕は演歌な高校生をキャッチフレーズにシングル無情でデビューしてから20年36歳になった演歌歌手の山内圭介は渋みもたたえた大人の歌手の階段を一歩ずつ上がっている。11日に発売したニューシングル残照も売れ行き好調。メモリアルイヤーをこのおめでとうを大きくしたい。自分を変えていけるチャンスの時と意気込んでいる。デビュー後、爽やかな容貌と確かな歌唱力から時代を担う演歌歌手の一人と目され、風恋子、恋の手本、愛が信じられないならなどがスマッシュヒットを飛ばして今や演歌界の貴公子の名を不動のものにしている。2015年からは5年連続で NHK の紅白歌合戦への出場を果たし、昨年末には自身のお面や巨大 CG とのコラボ、一昨年は黒、赤、白の3色を使ったロングコート姿で 2.5 次元ミュージカル刀剣乱舞に登場するキャラクターたちと並んでも遜色のないオーラを見せつけた。山内といえばド派手な衣装も着こなすところも魅力の一つで、コンサートでも大量の衣装を変えながら歌唱する姿はファンからも人気の要素の一つだ。またファンの目を楽しませる山内の衣装は様々なイベントの際に衣装店として展示されることもある。そんな山内の衣装に注力したのは2007年に、当時なかなか芽が出なかった山内が移籍した三井エージェンシーの社長であり仕掛け人でもある三井健生氏である。山内のファン獲得のため様々な策を凝らした三井氏は、まず移籍初のリリースとなったツバメ返しで佐々木小次郎に扮した衣装とし、その翌年には再びガラリと趣向を変えて、今度は宝塚をテーマに華やかな衣装で踊り歌う恋する街角をリリースした。そして移籍してからわずか2年後にはシングル風恋子で10万枚を超すヒットを記録。風恋子の衣装はシックな黒のスーツで、別バージョンもジャケットだが落ち着いた雰囲気で、派手な衣装だけで勝負しない三井氏の戦略が伺える。三井氏は、圭介はいつも一つの楽曲に10着くらい衣装を作っているんです。そんな歌手はなかなかいないんじゃないかな。でもファンが喜んでくれるんですよ。私自身昔から絵を描くのが好きだったので、衣装を考えるのは楽しくて、ファンにどうしたら楽しんでもらえるか、元気を与えられるか、衣装を作るときはいつもそれを考え、デザイナーと
熱い時間を費やしますと話す。プライベートでの服選びについては、あまりに忙しくて服は空港で買うことが多いからという驚きの事実も明かされたり、メディアに掲載された成人式の写真はポピュラーな黒の紋付きバサマだったり、ラジオやインタビューの際にはラフな服も着こなしていたりといった感じだそうだが、舞台の上では映える衣装もしっかりと着こなしている。デビュー10周年時のインタビューでは、早く自分の個性を確立したいと話していた山内だが、ビジュアル面ではその個性は確立されたと言えるだろう。一方、声の方では自身が納得できるような個性が見つからず悩んだこともあった。しかし15年にフォーク調のスポットライトを歌ったことがきっかけで変化、自分の声はこんな曲にも合うと知り、表現できるバリエーションが一つ増え、自分の声で何をどう表現するのかと考えるようになったと言い、現在では自分の声を見つけられたと実感している。とは言っても個性を決めつけすぎたくないとの思いも強く、そこだけにこだわると進化がなくなってしまうと一つだけに固執することもない。談笑では DVD 付きの一曲入りに加え、カップリング曲を変えた何バージョンも発売されているが、リード曲の談笑は歌謡曲調で、従来とは歌唱の切り口を変え、新しい自分が見えたという自信作だが、カップリングの3曲は女歌、軽快な8ビート演歌、フォーク調と、それぞれ毛色の異なる曲を山内ワールドで染め上げている。イケメン演歌歌手として人気を得たが、それが何十年も続くわけではない、と、そのポジションに安住するつもりはなく、最終的に残るのはやっぱり歌。それが表情になり、歌手の顔になる、と、常に新しい表現をまとめ、今後も演歌魂を主軸にしつつ、曲調やジャンルにはこだわらずに歌っていくつもりだが、近年はポップス畑の作詞家や編曲家との仕事も多く、敬愛する松任谷由実や高校の先輩の椎名林檎ら演歌界以外とのコラボレーションにも夢を馳せる。今は歌うことは自分を晒すことだと考えているといい、格好をつけるのではなく、格好悪さや自分も含めて全てをさらけ出す方がより力強いメッセージを伝えられる。お客様もそういう歌を聴きたいのではと意気込むが、好きなことが仕事になったためにオンとオフがわからないことが悩みで、そういう時は好きなお酒を飲んだりしてリラックスしているそうだ。野望としていた武道館公演も決まり、大ヒットも続く山内の次の目標は、自分の代表作といえる大ヒット曲を生み出すこと。山内圭介といえばこの曲だよね、という
水戸黄門の印籠のような決定打を放ちたいという。残照は果たして大ヒット作になりうるか。20周年を超えてもまだまだ山内の挑戦は続く。これからも応援を続けていきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。